早くして亡くなる子供は、親の魂を成長させるために、役割を持って生まれてきた。難病さえ幸せだと思った少女。通常の人に比べ、約10倍の速さで老化が進む難病プロジェリアを患う少女がいました。彼女の名前はアシュリー・ヘギ。日本でもドキュメンタリー番組が放映されていましたから、ご存知の方もいると思います。この病気の患者数は世界でわずか30人から40人しかいません。平均寿命は13歳で、患者は若くして死を迎えます。治療法は未だ見つかっていません。2009年4月、アシュリーは17歳で亡くなりましたが、彼女は不幸だったのでしょうか。アシュリーは生前、自らが置かれている境遇に対し、次のように話しています。プロジェリア、難病じゃなければいいのに、なんて思わないわ。私は私という人間であることが幸せだもの。私がプロジェリアだということには、ちゃんとした理由があるの。神様が与えてくれたものだから、素敵なことなのよ。人はこうなのに、自分はこうだとか、誰かと自分を比べてどうこう考えたりしない。アシュリーは、不治の難病にさえ、素敵なことと感謝をしていたのです。親よりも早死にする子供には役割がある。生まれ変わりが9万9000回を超えてくると、魂は次に早くして亡くなる子供の役割を担って生まれてくるようになります。20歳、18歳、15歳、12歳、5歳と、親よりも早く亡くなっていくのです。この段階まで来ると、神様の一歩手前のレベル。これ以上魂を磨かなくても良いため、70年、80年、90年と肉体を持つ必要はありません。では、何のために生まれ、何のために早くして亡くなるのでしょうか。それは、家族や両親など周りの人に悲しみを与えるためです。残された人たちは、子供を早く亡くしてもその死に対してさえも感謝できるか、笑顔で乗り越えられるかを問われています。この子を授かったことで自分の人生が分かってきた。幼くして我が子を失ったことで周りの人にも優しくなった。この子がいろいろなものを与えてくれた。と、我が子の死にさえ感謝できるようになったら、その親の魂もかなり高いレベルです。9万6000回から9万9000回は生まれ変わっていると
考えられます。